はい、整えましてございます、はい、じゃあ、今日すいません、はい、会場の皆さん、こんにちは。こんにちは。あれで文庫大友総理徹底会と申します。今日はこの新宮町で初となるようですね、ここの六所宮で、これ本物のひなおじですけども、このひなおじの発砲を皆さんにご覧に入れたいと思います。全部で4発、それぞれ4発を発生させます。大きな音がしますね、気をつけてください。はい、実はですね、我々、結成して今年で15周年というふうになっておりますけど、先週大分では大友総輪湖祭りというのがありまして、この新宮町の方から20名という武者がですね、参加をしていただきました。非常に盛大に、それから本体の大友隊よりも非常に立花隊の方が勇壮に、行列をされましてですね、大分では武威を上げてまいりましたね。ありがとうございました。さあ、それではこれからですね、ひなわじの発砲をするんですけれども、まずひなわじには火が必要なんです。で、今からですね、ひなわじにつけるこのひなわですね、これに火をつけるところから皆さんにご覧に入れたいと思います。はい、初めて見る人がいるかね、思います。はい、我々のライターでつけるということはしません。火は神聖なものということなんで、我々にとってはですね、ということでこうやって皆さんに、ひなわじ、一応これですね、火打ち石、それから黒いものを持ってます。これは火打ちと言います。実は昔はですね、ガマのほとんどそういうものを蒸し焼きにしたものを使うんですけども、そういうものがありませんので、これはうちの隊員の工夫で、今 T シャツを缶の中で蒸し焼きにするとね、そういうものでつけるようにします。はい、それではこれで火をつけていきます。お、今日は早いね。いつも3名ぐらいおるんだから保険をかけるだけは早かった。うん、そうか、はい、じゃあこれ、じゃあ次頼む。こういう風にしてですね、火をつけていきます。今匂いがしてると思うんですね。これは硝石の匂いなんですね。実はこれひなわの食ったのこのひなわっていうのはですね、本来はどこでも売ってるようなものじゃないんですね。それからよくキャンプ用の火をつけるものと同じように皆さん考えますけれども、そうじゃなくって、これ特殊なものですね。全国の鉄砲隊が大阪の業者さんで一括して発注してます、ね、そういうものを使ってます。はい、というふうにして100円ライターより早く火がついてくる、ね、たまに1分ほど使う場合もある。はい、それではこれを使って、それでは1射目からですね、まず1発目はこの場の邪気を鎮めるということと、今日ここにおいでの皆様方のますますのご健勝を記念するという霊射というものですね。さあ、それではこれを すげえ。
はい、初めて聞いた人、すごいでしょ。これは実弾が入っていませんのでね、本来はこれ実弾が入りますともう少しもっと大きい音、そして衝撃がしますね。今日は私が持っている鉄砲は 1.5 センチぐらいの大きさ、合計がですね、こちらがちょっと小さいですね。それではですね、今度は鉄砲に火薬を装填するところから皆さんにご覧に入ります。はい、まず一発目の火薬を、火薬、これ動乱って言います。まあ火薬入れですね。でこれをまず一発目の火薬を銃口の先から入れていきます。で本来はこれで鉛玉を詰めるんですけども、それ違反になっちゃうんで、今日はこういう新聞紙ね、これを詰めて、こういう棒で突きます。これは何をするかというと、火薬をまず安定させる、それから圧力をかけることによって爆発力を上げるわけですね。でこれ前ゆっくりやってます。もう皆さんに分かりやすくするわけですけども、これそんなスピードでやっちゃったら弾が飛んできますからねということで、そして今度はここに火皿というのがある。ここに火薬を細かくしたものですね。火薬を細かくしたものが入っている。これをここに詰めている。まあ、要は導火線のようなもの。ということです。そしてここに火縄をつけるんですけども、俗に言う火蓋は切れというのはここの。火蓋、安全装置、決戦の火蓋を切れというのは安全装置を外して発射できる体制を取れという意味なんですね。これは鉄砲から来てる言葉です。さあ、それではこれを大丈夫かな、違う、やばい、慣れんと、慣れんと、何百回もいかんと、ゲームを飛ぶ綺麗。怖い。ドヤー！うわー！うるさい。うるさい。よし。うん。二連続なんて。はい、どうでしょう。この煙はちょっとね、この辺にまとわりつくような感じがあります。特に硝煙の匂いが体に染みていくとなかなか取れない、警察なんかすぐ分かっちゃうというようなね。はい、じゃあ卵がエロい。私が今持っております鉄砲が今から150年から200年ほど前ですね、作られました江戸時代ですに作られたものです。で口径が 1.5 センチ、六文目筒と言われる、まあ、戦国時代では一番多用された鉄砲です。この鉄砲で30メーターあれば鎧は撃ち抜いてしまいます。ということで戦国時代に使われた鉄砲はこの大きさということになります。ただ実弾が入っていませんので音はこんなもんですけどということですね。はい、そしてこの隊員が持っておりますのはちょっと口径が小さくて 1.2 センチ。ですね、江戸時代のものですけども狩猟用等に使われたもの。ただこれはですね、江戸時代からもあったの分かってまして、これお城にあった備え術という、まあ、要はお城の備品みたいなものですね。ですから明治維新まで使われたことのない鉄砲で残ってるということです。はい、それではこれを一斉に撃ちます。一斉に撃つ。それでは一斉に。はい、ゲームを倒きれ。ドヤー、マシロが爆発したね。大体この場所ではドーセットはまともに打たせてくれない。もっと危ない。というふうに我々不発をしても覗き込んだら遅れてくるっていうのがあるんですね。ということで完全に鉄砲隊員で
間違いなく発砲できる人間というのは後発処理がうまくできるということです。これわざと見せてるんですね。はい、それでは、まず打ちまーす。ズキンキンしております。最後の一発をお主に士気を上げてもらおうために使ってもらおうかな。よろしくお願いします。今から早く行きます。承知いたします。今度は本当に昨年復活をしておりまするゆえ今日はあえてそのわざとじゃな復発を見せてやった。なるほど、さすがでございます。いや、今度は去年はとんでもなく同説君にやられてしまうと昨年来られた方は知っておるが、不発を一度、そして12時の音楽で一度邪魔をされておりまする。今回は一発で決めましょうぞ。少々待って、はい、そしてこれをお願い。ピブトを切れ放て。鉄砲隊の皆様、誠に感謝申し上げます。皆様方、もう一度大きな拍手を。